2月8日水曜日にさくらが MC のラジオ今夜さくらの木の下でが放送されました。前回に引き続きカズハとウンチェがゲストとして出演、いろいろなトークに花を咲かせました。その中で個人的に面白かった話題を2つご紹介したいと思います。まず1つはフィアレスジャパニーズバージョンのミュージックビデオについて、ウンチェが好きなポイントは美容院でのカズハだと紹介。カズハがヘアカーラーをつけているところが犬みたいにとっても可愛くて面白かったと語りました。さくらはこれに続いてウンチェがヘアキャップをしている姿が可愛いと紹介。お母さんに連れてこられた娘みたいでウィーバースでも話題になっていたと語っていました。続いてルセラフィムは見たというメンバーの驚きの素顔を紹介するコーナー。ウンチェは一緒にいたはずのカズハが突然消えてびっくりしていたらダウンコートを頭まですっぽりかぶって寝ていたという話を披露。これに続いてよく一緒の部屋になるさくらはカズハの普段の寝方について、嘘みたいに一直線でまっすぐ寝ると寝る時まで姿勢がいいことを暴露しました。さらにさくらによるとカズハは寝ている間に動かなく、また寝つきが異常に早いそうで寝息でやっと寝ていることに気づくとカズハの生態を明かしました。うわちっちゃい、ちっちゃい、生きてるだろ、全部きちゃう。するとカズハは寝ている時も柔軟しようと足を開いて寝ることもあるという独特すぎるエピソードも披露。さくらとウンチェを驚かせました。ちなみに朝起きると関節が痛いそうなので、皆さんくれぐれも安易に真似しないように気をつけてください。それではまたお会いしましょう。